ぶつけますよ。なんかね、あんなのが落ちて、うん、あ、なんかね、ゴンって音がした。羊さん、落ちてますけど、あの上から落ちたんです。そうか、紐が切れたかな。あの、紐じゃなくてゴムでつけてるので。あ、ゴム切れた。え、切れてる？うん。あ、そう。劣化ですね。劣化するんだね、ゴムって劣化するんだね。うん、はいはい。ジャン君にはポンちゃんのせいではございませんでした。これはなんか、ね、落ちてくる。これ押したのかなと思って見たら誰もいなかったから。そう、うん、劣化するんだね、気をつけないとね。ジャン君、クリスマスだよ。もうちょっと先だけどね。今こんな状態ですが、そのうちきらびやかになる予定です。ジャン君、メリークリスマス、メリークリスマス。まだだよ、来週だよ。ポンちゃん、ポンちゃん、メリークリ、メリークリ、メリークリ。じゃあジャン君のクリスマスプレゼントはあれね、新しいカリカリ。よかったね。はい、ジャン君、膀胱炎にいいカリカリがあるそうですよ。膀胱炎、そうね、あのジャン君みたいな突発性膀胱炎にいいかもしれないご飯。そう、ちょっとお高いそうなんですよ。それが普段のもお高いですけど、クリスマスプレゼントだえす。なんかだって食べたら、うん、試供品あげたら2人ともすごい食いつきがよくて。そうか、そうなんですよ。別の味だって少し贅沢を覚えたね。あのね、ロイヤルカナン意外と好きなんですよ。ヒルズのも食べてたけど、どっちがいいかなって。とりあえずロイヤルカナンはインターネットでしか買えないので、うん、それを買おうかな。突発性膀胱炎にいいかもしれないというコリナリーエス配布、ユリナリー、こじゃないのか、ユリナリーっていうの、ユリナリー CLT ということです、うん、さあジャン君、膀胱炎治ったらいいね。うん、治ったらいいね。でも病院にも行って先生にもう一回診察だってさ。お腹、それがストレスだっちゅうのね。でも、うん、もしかしたら違うかもしれない病気かもしれないからさ、ね、やっぱ気をつけてね、ちゃんと見てもらわないとね。行ってこよっか、ジャン君。さあ、今日は土曜日です、仕事を昨日のうちに大体目処つけたので、あ、また一つ残ってるけど連絡待ちですが、なんとか、ジャン君の11周年を記念した泣き方の変遷、泣き方の変遷とかっていう名前にするからね、うちね、バズらないんだよね。なんか、キャッチーなタイトルつけないとね、なんか考えましょう。はい、明日はですね、合唱団の、発表会というかクリスマス会ですねに、出かけますので、ジャン君とポンちゃん用に、音を残していきます。きよしこの夜とか、この辺の著作権フリーのやつね、これを3曲ばかり今からやりますよ。ソフトはこれじゃなくてこれか、はい、なんかすごい言ってくる。なんでちか、これだね。あ、チェック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 、大丈夫だね。さあ、じゃあまずは録音ボタンをオン。
唱団で歌えないかも。スタートします。Thank you.